で今日も僕は走っている。焼きそばパンのために走っている。購買が見えてきた。やった、まだ焼きそばパンがある。その頃時を同じくして、キンコンカンコン、よっしゃ今日こそ焼きそばパン食べるぞ。私の中国の焼きそばパンは日本一美味しいことで有名だ。私の家はパン屋だ。あまり儲かっていない。うちの店のためにも今日こそは焼きそばパンを手に入れたい。私は走っている。ここだけの話、早く走れるように毎朝新幹線のぞみの映像をガン見している。なんだこれ、悔しい。あ、ごめん、大きさ違う。本当だ。じゃあこっち君のでいいよ。え、意外と優しいじゃん。意外ってなんだよ。意外ってことは前からそう思ってたってことかな君。はい、どういうこと教えて。あ、じゃあ一緒に食べようよ。うん、じゃあこっち君のでいいよ。ありがとう。パッパパパパッ。14時20分ぐらいに自動車を運ぶよ。